疲れ様です。あ、聞こえてますかね、今。AirPods つけてるんですけど。あ、よかったです。お、今どんさん、お疲れ様です。それは本物やね、この牛ってやつは。フォローしてこう。お疲れ様です。今日はですね、まあ、シンシナティで試合、明日もあるんですけど、まあ、自分だけ先にサンディエゴに今帰ってきました。夜11時半なんですけど、今空港から家に帰ってます。ちょっとね、明日だから、天気悪いんですよ、シンシナティ予報が。で、で、移動して僕その次投げるんで、やっぱり遅くなりすぎる可能性があるってことで、先に帰ってきました。晩ご飯何食べましたか？いやー、まだでも、晩ご飯っていう晩ご飯はまだなので、今家で帰ったら、まあ、妻が作ってくれてるので、それをいただきます。あ、そういえばさっき VIP さんの、YouTube ライブちょっと行きました。チャーターじゃなくて通常のフライトですか？そうですね。しかも直行便がなかって、んで、なんていうの？プライベートジェットって個人でほら、まあ、借りたりするプライベートジェットって、まあ、まあ、契約とかしてたら、そういう会社とかと契約してたら24時間前に言えば用意するっていう、そういうのがあるんですけど、そうじゃなければ、結構手配するの時間、2日3日かかったりするんですよ。なのでもう、普通の、コマーシャルフライトというか、あれで行かなきゃいけなくて、しかも直行便がないので、シカゴ行って、シカゴへ乗り継いで、来ました。合計6時間飛行機乗って、サンディエゴ帰ってきました。今のプロスピちょっとやばいの知ってますか？まあ、やばいのっていうか、まあ、僕もやってないんでわかんないですけど、まあ、でももう僕がやらなくなる前から、2月かなんかの最強決定戦とかの時点で、もう試練のチケットとかも全然なくなっていくし、なんかちょっと、僕の中ではきついなっていうのがあったので、なんかそこからやってないですね、そういえば。どうやばいのかわかんないけど。今日は遅いからご家族でのお祝いは後日ですかね。ああ、まあでも、そうですね。まあ、今日は妻と、まあ、リアクションしてから初めて会うので、まあ、妻とは今日ですけど、もう子供たちは明日ですね、多分。睡眠時間はどのぐらいですか？睡眠時間はその時にもよるけど、まあでも、8時間、9時間とかそんなんですかね。寝るときもっと寝ますけど。TS 第2弾 CV です。6時間も、そうですね。シンシナティからシカゴまでで1時間半。で、シカゴからサンディエゴで4時間半なので。しかもこれ3時間戻ってるから、今、こっちでは11時半ですけど、シンシナティでは今もう夜中2時半なので、これも時差があるんですよ。国内での時差ボケが、とかあるので。まあだからそういう意味でも1日ちょっと早く帰ってきたかったっていう感じですね。
大さん、この前大谷さんと話してて、大谷さんがそんなこと言ってないしって言って笑ってたんですけど、どんな話してたんですか？それ記者の方にも聞かれたんですけど、僕それ覚えてないんですよね。何の話してたんだろう。そんなこと言ってないっすよってなんか言ってたっつってけど、何言ったの？全然覚えてないっすね。テレサが初めて30号に行って、12日のドジャース3連戦見に行ったものです。テレサに手を振ってもらえて、なんか嬉しかったです。ありがとうございました。また日本から応援しています。あ、最後の多分、あれですかね。車で駐車場出て、なんだっけ。ほら。書いてくれてたやつですね。ボードを持って待っててくださった方ですかね。あ、そうだとして、ありがとうございました。あんな夜遅くまで、待っていただいて、そして見に来ていただいてありがとうございました。今、遠い三十五まで。またぜひ、遊びに来てください。誰さん、最近ハマってる球種あるんですか？そんなのないですね。ハマってる球種とかそういうのはないですね。落合さんと誰さん、相性いい気がする。そう、なんかね、でもずっと仲悪いみたいなこと、仲悪いっていうのもちょっと僕もなんかちょっと失礼なんですけど、その仲悪いとかって次元じゃないんだけど。もう、でもなんか、いつ、何年ぐらい前ですか？ 2 年、3年ぐらい前から、なんかこう、その落合福士さんと、なんか僕、なんでかわかんないんだけど、仲良くなって、で、まあ LINE とかでやりとり、ちょいちょいするようになって、で、そこでなんかその落合さん、福士さんを通じて自分と落合博満さんのそのコミュニケーションができだして、で、なんかちょいちょいだからそうやって動画を送ってくださったり、その YouTube に上げる動画じゃなくて、本当に個人的に撮った動画、僕だけに送る動画を、こう、ダルビッシュっていつも応援してるぞ、頑張ってよ、頑張れよ、みたいな、こういう、そういう動画を、まずいつも送ってくださったんですよ。本当に、いつも応援してくださって、落合さん。よく話すチームメイトとかいますか？まあ、マチャドは一番仲いいのかな、やっぱり。うん。僕は今日早く行くのをもう、見つけて、もう、鬼の首を取ったように僕は攻めてきました。お前なんで先に行くんだって。国内時差って日本じゃわからない感覚ですね。まあそうですね。だから松井君もだからそういう時差に関してはちょっと、なんか新しい、なんていうの？経験で、ね。すごくそういうのも楽しそうに松井君とか、なんかしてますね。こんにちは、改めまして、1名200勝、おめでとうございます。ありがとうございます。ナーチャードと仲良しそうに話してるのをテレビで切り抜かれたんですけど、仲いいんですか？そうですね。仲がいいですね。だからやっぱり多分こう、なんていうんかな。やっぱりもう若い時からスーパースターだし、でまあ近寄りがたい雰囲気というか、あるか、やっぱ周りもやっぱりこうあんまりマニーにこう、いや好きだけど、あんまりガンっていけないみたいな。だから気使ってる部分もやっぱあるからみんなリスペクトしてるから。自分はもう別にマニアよりも、メジャーリーグのサービスタイム上だから、いつもなんか変なこと言い出したら、俺の方がサービスタイム上だぞっつったら、嬉しそうにするんですよ。だからそういう絡み多分、結構好きなんですよね。今までなかっただけで。だからなんか結構それからなんか仲良くなりましたね。僕はその、サービスタイムマウントしまくってから。今度の NHK は、ダルさんでも大谷さんでもなく、今永さんを放送するんです。そうです。おお。すごいですね、ちょっと NHK さん。前回のその自分の生放送をするっていう、その、
ね。あれもちょっとびっくりしたけど。いや、ほんでなんか僕はその NHK さんもね、わざわざ生放送してくださってて、いちいちずらして、やってくれてるから、まあ早く、こう、決めないと、また次の試合、ね、そういう伸ばして伸ばして、多分またやってくれると思うから、それだけは避けたいと思って。たんすけど、それがなんかその NHK に対する皮肉だみたいなこと、なんかそういう記事とかもあったんですけど、全然そんなことなくて、本当にマジで申し訳ないと思ってました。まあでもその中で、今川くん放送してるっていうのは、これは、すごくいいことですね。この前、やっぱテレビ局昔から仲いい方、久しぶりに会っていろいろ話してたんですけど、やっぱり、その大谷くんの、やっぱりその、なんていうの?を流すと、やっぱりこう、ワイドショーなんていうのは、やっぱりその、数字が全て出すんですよ。だから、テレビ視聴率高い、くなる人をどんどん入れていくだけらしいんですね、結構。大谷くんは、なんかそのスポーツとかっていうじゃなくて、大谷っていうジャンルみたいな感じになってるらしくて、大谷、スポーツ、何々みたいな感じだから、やっぱりそれだけやっぱり数字が取れるらしいですね。って言ってました。7歳の娘が誰さんに会いたいって言ってます。夏休みに誰さんにミュージアムに行くって言います。そんな、こと言っていただいて、本当に光栄です。息子さんによろしくお伝えください。松井くんめっちゃ登板してますけど、ベンチから見て疲れとか見ます。いや、今んとこは別にそんな疲れてる感じはないですね。まあチームうまいことこう、休み、やってるし、このままアトランタ3つ投げなかった、4つ投げなかったんかな?投げたっけ?あ、1回投げたか。投げたか。うん。1回いい試合ありましたね。ピッチング、2個三振取ったやつ。最後はでも松井君はダブルヘッダーで投げなかったから、あれは大きかったと思うんですけど。マチャド、ダルさんと仲良くなってからすっかり、なんか変なことしたら僕が怒るから、ちゃんとするように。だマニーの試合中のドリンクとかも、去年途中から僕が作るようになって、試合前僕が作ったりするんですよ。ユートレーションのボトルはあるんですよね。僕のその会社のボトルを。僕はちゃんと水入れて、BCA 入れて、で、電解質入れて、っていうのをやってたんですけど、そこでこう、なんて、僕とそのストレングスコーチと、で、交互でやるようになったんですね。これだ、ヒットが出たら、そのまま同じ人が作る。ヒットが出なかったら、じゃあ次、じゃあストレングスコーチ。で、ストレングスコーチがヒット出なかったら、次僕っていうふうな感じでやるようになってて。そう。だから、あんな感じやのに、マチャードああいう感じやのに、可愛いなって思うの。可愛いなって言うとやっぱ、ちょっと家族見るからあれだけど、ユートリションの、そのボトルを、移動の時も絶対持っていくんですよ。ちゃんと水入れて。ああいうの見てるとちょっと、いいとこあるやんって思うんですよ。ちょっとコメントがある。でもサービスタイムマウントみたいな。コメントがちょっと飛びますが、ちょっと申し訳ないです。大谷ハラスメントなんて言葉も出てきてるみたいで、大谷さんの迷惑です。まあ、大谷君は何も知らないですからね。知らないというか、別にやってって言ってるわけじゃないですからね。ドジャース戦でパヘスに投げていたスプリッター判定のボールがいつも投げているスプリッターと違うように見えました。多分 IL から出てきた後は、IL 終わり後は、右バッターにはスプリット投げなくなったんですよ。あれ全部チェンジアップです。この前も、オズーナに、
なんだっけ、そこ、アトランタの、で、オズーネの3打席目の初球84マイル投げたんですけど、外引くの。あれもチェンジアップで。全部スプリット判定になっちゃうんですよ。だ結構、このツイッターのアナリティクスの人とかも全然気づいてなくて、まあ、球速はまあ、南西同じぐらいなんで、そのチェンジアップとスプリットは。そう、実はチェンジアップです。大谷君は12億の家買ったみたいですね。なんかでもその、それもさ、ハワイにもなんかすごいの買ってましたよね。そういうの好きなタイプだと思わなかった。好きというか、まあでもあれか、家族もいるし、ね。それはこうちゃんと、なんていうの、セキュリティもちゃんとしてるところじゃないとダメですもんね。松井さん本人は今のペースについて何か話してましたか？いや、そのペースに関しては、特に何も言ってないですかね。うん、今、エスコンの会場待ちをしながら、誰さんのラジオを聞いてます。あ、もうエスコンは今、何時？え、日本？え？今日ナイターってこと？試合楽しんでますよ。まだ僕エスコン行ったことないんですけど。マチャドを移籍してくるときは悪道って言われてきます。まあ、悪道じゃない、全然ないですよ、あれ。勘違いされやすいんですよ。うん。マチャドは。本当はだから、あれですよ。いいやつですよ、マチャド、本当に。優しいし、うん。優しい部分いっぱい持ってますね。ゴールデンウィークに神戸の北の坂に来ました。ダルビッシュコート前にダルビッシュさんのお母様がパドレスの業務を来ていましたが、背中には縦ジニアって入ってました。あ、そういう人なんですよ。そういう人なんですよ。うん。テキサスの時も、マイケル・ヤングのユニフォームずっと着てたんで。しかも僕のユニフォームも着てんなの見たことないかな。恥ずかしいんかな、なんか。照れてんのかなと思って、今考えると。ライデル・マルティネスはメジャーで通用すると思いますか？ああ、いやもうそれはだって日本であんだけ成績出してたら、ね。だって今日なんかツイート見ましたよ。3年間ぐらいでの、この3年間ぐらいでの通算の防御率が0点台とかつって、なんか見ましたね。ペトコパーク行ってパドレスのグッズ、T シャツとかアロハシャツ、可愛すぎてたくさん買いました。会社の人に渡したらみんな可愛い可愛いって来てくれて、私の会社でパドレスブーム来てます。ありがとうございます、パドレスを。広めてくださって。嬉しいです。ありがとうございます。最近チーズケーキ食べてますか？最近食べてないですね、そういうの。そういえば全然食べてない。いや、だからその IL 入ってから、あんまりそういうデザート系、確かにすごい少なくなったかな。いい人は仲良くしました。仲いいですね。先発に仲いいですね、結構。うん。チースもそうだし、キングもそうだし、あと誰だ、ウォードロンもそうだし、ウォードロンはとにかくめちゃくちゃ、あの人は多分本当にいい人なんだろうなって思う。性格は本当に、なんつうの、うん。打たれても、全然よく、なんていうの、成績が出なかった試合でも、なんかこう、
ブチギレとかないし、こう、静かにこう、やっちゃったみたいな顔してるし、もうまず喋らないし、静かすぎて。で、まあ、ピッチングコーチとか言われたこともそのままやるし、なんか、すごい人だなって僕思います、すごいだろう。前回のドジャース戦にて、ブルペンで山本由伸選手の投球をこっそり見てたと思うんですが、ダルビッシュさんだからこそ見られたんですか、それとも見られていることを気にしていないのですか、そのあたりの話を聞かせてください。まあまあ、これはに関しては、まあ普通はダメですね。うん。まあでも、ドジャースの人たちも、僕のその性格っていうか、そういうの知ってるから、ちょっと全然言ってこないです。僕はそういうことを、なんか、やってても、一応だからその、あの後に、まあ一応ちょっとブルペン横からちょっと見たけど、ウィル君、今大谷君の通訳とかしてる。一応ちょっとじゃあ本当に一応見に行ったんだけど、その何か盗むとかそういうわけじゃなくて、チームに伝えるとかじゃなくて、単純にこう、山本君元気にしてるかなと思って見に行っただけなんで、もしご迷惑おかけしてたら本当に申し訳ないですって言ったら、いやもうダルビさん、もう全然大丈夫なんでっていうふうには、まあそうやっていつも言ってくれるんですけど、まあ一応ちゃんと了解は得てます。どうしますか、今永さんも言ってましたね。チェンジアップだけどスプリットって言われると。まあ、でも今永君のやつはもうスプリットでいいんじゃないですか。まあ本人がどう呼ぶかっていうのは別として、まあ握りもそうだし、まあ例えば回転数とかもそうだし、まあまあ変化の仕方もそうだし、まあバッターの空振りの仕方見ても、まあスプリットって別に、チェンジアップの方がちょっと、なんていうのかな。僕の中では違和感があるかな。例えば、ベッツさんがうんざりしてるみたいなこと言ってたみたいですね。もう、大谷の話は答えないぞ、みたいな。あ、そうなんだ。もう、だからもう、でも、そこはでもちょっと、まあ、日本のメディアもわかるけど、気持ち。やっぱ他の選手に、やっぱりもう、記事にしたいのはわかるけど、どんどん聞いていくのは、やっぱりその選手の球団内での、やっぱあれ、結構、なんていうの、嫌がられ出すから、本当にやめた方がいいと思う。自宅ってあんな風に普通に公開されるんだって驚きです。あ、そう、公開されたんですね。こっちはだからね、調べた住所とかも調べられるんですよ。まあでもなんかそういうのをブロックすることもできるけど、でも多分本気で調べようと思えばすぐ分かっちゃうんですよね。日本と違って。登板する日でも緊張しない日はあります。ああ、まあ、そうですね。日によってなんかやたら、あれですね。全然、なんか、元気、みたいな、なんか、機嫌がいいって言うと変やけど、なんかそういう日もあるし、結構張り詰めてる時もあるし、それはどっからどうなってんのかちょっとわかんないですよね、自分で。まだエスコンのとこやな。ちょっと、家に着くんで、ちょっとコメントしません。飛ばしてしまいます。野球のことを考えるのをオフにするとき、何を見たり聞いたりすることですか？僕はそれがないんですよ、ね。あまり野球から離れたいっていうのはあんまりないかな、僕。試合前のプライボールどれぐらいやってますか？吉井さんはトップの位置を確認するために 400g のボールを少しやるぐらいって言ってました。まあ、どれぐらいと言われても、まあ、いろいろやりますよ。
まあいろんな重さのやつ使うし、まあでも時間としてはそんな長くないですね。そう、ちょっとこのね、コメント答えなかった時のこの連投マジでブロックするんで、そこだけちょっとお気をつけていただければ、他の方もいるんで。うん。アライズは陽気なんですか？すごく明るくて、ほんでなんか僕にすごくよくしてくれますね。で、この前も、そのユートリションの、そのボトル、自分のその、サプリメント会社のウォーターボトルあるんですけど、まあそれもみんな持ってるんですよ。みんな使ってくれてるんですけど、アライズがそれもらってもいいかって言ってきて、全然いいよ、つって。で、もう、あげたんですけど。で、昨日もシンシナティでロッカー横やったんで、じゃあなんかそこでわざわざ、このボトル、めちゃくちゃいい、つって。俺、めちゃくちゃ好きだ、つって、使ってくれてます。岩佐くんと連絡取ってますか？ニューアクションの時に連絡いただきました。なんかすごく。体調一回悪くして、どうとかつってましたけど、頑張りますって言ってました、ね。過去に野球やめたいとか思ったことありますか？いっぱいありますね。数知れず。ラジオ聞きながら夜ご飯の準備はかどります。もうそんな時間か。何時だ？日本は。3時50分。まあそうですね。夜ご飯の準備。もう本当にいつも、自分の家庭じゃないですけど、ありがとうございます。だって、ご家族のために、こんな時間から、ありがとうございます。仙骨枕はまだ使ってますか？もうずっと使ってますよ、毎日。エスコンでオリックスの伊手前ドックに並んでます。何それ？伊手前ドック。私、ファイターズ仲間のグループラインのアイコンは、誰が目に入れたいほど可愛い娘さんが野球デビューした時の写真です。ね。見てみ。目に入ってほしいと思うぐらいなんで。長いホットドッグ。そうなんですね。今ね、スクローで。right here. I just opened the gate, so. そんな感じです。ちょっと今着いたので。またちょっとやらせていただきます。今日もありがとうございました。あれ、まだ起きてる。またお願いします。お疲れ様でした。失礼します。